ロート製薬公式 YouTuber の根橋井心です。皆さん、本日10月10日は何の日か知ってますか？そう、目のアイゴデーなんです。なぜ10月10日が目のアイゴデーなのかというと、10と10を横にしてみると、ほら、目みたいに見える。見えますよね。え、見えない？え、見えますよね。見えますよね。はい、というわけで、こんな特別な日には私が一肌脱ぐしかないでしょう。そう、見る目薬という異名を持つこの私がね。はい、すみません、調子乗りました。私自身も実は仕事中 PC 作業が多くて、目が疲れると頭も疲れてきちゃうってことがよくあるんです。皆さんもそういう経験ありませんか？それって実は交感神経と副交感神経が関係しているんですよ。心の保健の授業始めるよ。いいですか？交感神経っていうのは、活発に動いたり興奮状態にある時に優位に働く自律神経、休息したりリラックス状態にある時に優位に働くのが副交感神経ですよ。覚えました？で、遠くを見る時には交感神経が働いています。私たちの祖先って狩りをしていたので、遠くを見る行為は獲物を探して興奮している状態という風に神経が認識してしまうんですね。はい、ここテスト出ますよ。逆に近くを見る、自分の家族や子供を見つめたり、休息やリラックスしている時は副交感神経が働いています。みんなは仕事でパソコンする時、パソコンと目の距離どれくらいですか？だいたい 50cm くらいだと思うのですが、さっき言ったように近くを見るのは副交感神経が優位に働いているってことになるんです。でも仕事中めちゃめちゃリラックスして休息気分でやってるよっていう人はいないですよね。まあいるかもですけど、そんな人は幸せ者です。大体の人は頑張って仕事をこなそうとしているので交感神経が働きます。だから目はリラックスして体は興奮している状態。アンバランスですよね。交感神経と副交感神経がせめぎ合い、目の筋肉はパニック状態になるんです。それが目や頭の疲れの原因なんです。ちょっと難しかったですかね。わかりました。そしてそんな目の疲れを解消するためにも、目の緊張状態をほぐすケアが有効ですよ、というお話です。では早速、私の真似をして目をほぐすケアやってみましょう。右手を顔の前に、指先見つめて、寄り目になったら天井見上げる。指先見つめて、寄り目になったら天井見上げる。終了。仕事中もこの動画を見て目のストレッチをやってみてください。何の動画見てんねんと周りに言われたら、目のストレッチや、みんなこの素晴らしい動画知らんのかと堂々と答えてくださいね。あと、ロートの目薬さすのも忘れずに。それでは、目のアイゴデーをきっかけに目を大切にケアしてくださいね。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。